群馬県立沼田女子高等学校は、群馬県沼田市に所在する県立高等学校。沼女の通称で呼ばれている。1921年、都根軍立実業学校の女子部が廃止されたので、その生徒を収容して、沼田町立沼田実家高等女学校として、同年4月開校した。学校の敷地は、隣接する沼田公園、沼田小学校と共に、 沼田城の一部であった。中庭には開港案という名の由緒ある和室があり、茶道部が利用している。また、沼女祭りと称する文化祭は各年で開催されている。英語コースが設置されており、国際交流の取り組みとして、ニューヨークタコニックヒルズ高校交換プログラムを実施。1975年度からアメリカ合衆国ニューヨーク州の タコニックヒルズハイスクールと姉妹校となり、毎年3月に約1ヶ月間の短期留学を行っている。2009年度に群馬県立沼田高等学校と統合し、男女共学の新高校となる予定であった。しかし両校から統合反対運動が活発に行われ、2006年末に群馬県議会は9年度にこだわらずという意見があり、統合は延期となった。 その後、生徒現象が激しいことから2018年6月に統合再編を求める意見書が沼田市議会で可決された。1、本校の生徒であることに誇りを持ち、謙虚な気持ちで勉学に励む心を育む。2、国際的な視野に立ち、自らの人生や新しい社会を切り開く力を身につけさせる。3、迷路で節度を守り、 社会の一員として広くその発展に貢献しようと、する高い道徳性を培う。4. 感謝と思いやりの心を持ち、より高き者、より美しき者に憧れる態度を養う。1952年頃の沼田女子高等学校1948年4月に、高等女学校から女子高等学校になった際に、企郷花の中にペンを交差し、 その上に、河の字を表した交渉を制定したが、学生からは不評だった。そのため、1951年4月にひらめく旗の中に河の字を表した現在のものに改めた。A.B. 沼田長氏。ありがとうございます。